ここまでは前半の説明。ここからが後半の説明ですそして石塚食用会門弟の一人マクロビオティック運動創立者の桜沢女一が排出されることになります桜沢も青年期まで肺腸結核を患うほど病弱であったようでこの食用会入門を機に健康を回復しています 桜沢の取った食用法生殖運動は石塚左だに勝るとも劣らないバリアブルな展開で世界を駆け巡る一大ムーブメントを起こしました石塚左だは明治になってから輸入された西洋式の栄養学に対抗して科学魔と科学的表現で根拠づけた日本伝統食の推奨と病気治療に重きを置いていましたそれに対して 桜沢の食用法は石塚の理論を踏襲しながらも中国古典の駅に見られる引用思想と深く結びつくものでしたやがてそれらは独自の宇宙観世界観を持つ哲学性を帯び世界平和思想にまで達しますそうした壮大なスケールは桜沢のまとめた十二の定理によく表れていますので私流ですがようやく列記してみます 無双原理のの十二の定理1一つの無限宇宙存在は永遠に変化する相互的対立的な影と火として現れる2その引用は一つの無限である宇宙の運動の中から絶えず現れ干渉し合いまた生水してゆく3火は求心力や圧縮の力を持ち影は遠心力や拡散する力を持つ 影とは反対の性質を持っている4。影は火を引きつけ、火は影を引きつける。5。すべての現象、真羅万象は、異なる比率の引用によって構成されている。6。その異なる比率の引用も、挙手的に見れば、動的平行を示している。7。絶対的な影、あるいは絶対的な火は存在しない。 陰陽性が内包している8。全くの中性というものもない。どんなものでも、陰陽どちらかが勝っている。9。現象の中で引きつける作用、神話力、あるいは排斥する力は、陰陽の力の差に比例する。10。同じ性質のもの、影と影、人、非同士は排斥する。それらの排斥力は、陰陽の力の差に逆比例する。 11。影の性質が極まると火を生じ、火の性質が極まると影を生じる。12。すべてのものの中心は火の性質があり、表面外側は影の性質がある。私が生殖を学んでいた30年以上前のこと。大阪協会では、 岡田修造先生や山口拓造先生という桜沢女一の皇帝たちが教鞭をとっており、気迫と学識の高さに驚いたものでした。山口拓造先生が湯飲みに入った熱い茶を別の湯飲みにジャバジャバと音を立てて移し替えると茶の温度が下がるが、なぜ温度が下がるのか、その理由を述べよと質問されたことを記憶しています。ここは 物理学教室なののかと思ったものです。それぐらい高媒な精神だったということです石塚がサトシ育と再育てに分けたカリウム塩とナトリウム塩の並行つまり植物性食品摂取と肉食摂取は桜沢の提唱する平和思想からするとサトシ育教育に軍配が上がる肉食ではなく精製度の低い天然塩こそ ナトリウム塩とと、して摂取すす。べきであるる後年は肉食不要論にに流れるようになります昭和14年に刊行された新食用療法食物だけで病気がゆる実業の日本社間では関東で説明されている食用通則を見ると副植物はその土地の季節の野菜を主としてご飯の3分の1を適度とし時とところによっては 野菜の3分の1以下の鶏、魚肉、卵など加えても良いとなっているのに、締めくくりの最終ページでは、玄米、半月米を主食としている以上、動物性食品を必要としない。魚肉の少量は許されるも、四つ足重肉、牛乳、卵等は不要であるとなっています。同志、石塚の肉食に対する、そもそもの考えはこのよう。 釈迦は、動物を,摂取をしない教えです。676年飛鳥時代日本で肉食禁止の見事のりが発布された牛や犬鶏など入手しやすい動物の肉を食べることを禁じたのでしたそれ以外の動物例えば鹿やイノシシは禁食でなかった容易に手に入る肉を禁食とすることで肉食が過ぎないようにした 私が考えるにはおそらく農機具としての牛の保護農業資源の確保加えて仏教思想に準拠するという政治的配慮があったことでしょう時代をさらに遡れば狩猟採集の頃は簡単に動物の獲物が手に入るはずもなく広大に家畜化された動物がいてこそ初めて食べたい時に肉食ができたのです 物の道理としして申し上げます。摂取がどうしても必要なものに対して食行動が起きないと人間はそれをついに全く食べなくなりますましてや危険が伴うような食料採取をあえて行動するのは人体にとって最低限だけは必要だからですそれぐらい摂取が難しいということと最低限だけ食べよということは 実は同梱に従って肉食絶対悪でもなければ肉食を奨励する根拠もないやはり5対2対1の法則が適正なのでしょうまた桜沢の思想は漢方医学の召喚論のもとになる日の輪を得たものが健常であり日が不和な状態が疾病である114ページ参照とする考え方が強いようで 私の過去の経験では、どちらかというと、陽性重視思考に移りました。例を挙げると、野菜の中でも、体が冷えるトマトやナスはなるべく取らない。水分の多いスイカなども極力避ける。果物は、南国産のものほど陰性なので、気をつけて取らないようにする。アルコールはすべて陰性なので、なるべく避けるなど。 この辺りでお気づきになられるかもしれませんが、肉食のナトリウム塩は避けるか、割に食塩摂取が増える。お茶や水分はあまり取らない。生食せず、火を通した調理が基本。炒める、揚げるなど、油の使い方も増える傾向にある。今流行のマクロビオティック食の指導者でも、すべてではありませんが、古い方ほど、 このよよううな傾向にあるようです桜沢の教えの中で三土富士、一物全体色三四郎の害など根本的な部分は石塚食用論の中にすでに原型がありました。順番に説明しましょう。「身と「土は」にならず。これは「体とその土地は別なものではない」という意味。寒い気候のところで採れる作物は。 体を温めるものが多く、逆に温暖な気候のところで採れる作物は体を冷ます性質のものが多いその土地に生活しているとすればその土地でできる作物を食べることで自然と体は陰陽のバランスが取れるという一物を全体食べるつまり作物は丸ごと食べることが良いということ丸ごと食べることは その作物に含まれる栄養成分を完全な形で摂取することになる。部分だけ食べれば、部分の栄養に止まってしまうというわけ。三白の害の三白とは、白米、砂糖、精製された化学調味料アジノや生成塩のこと。これらは、先の二原理から見ても不自然食品であり、特に、砂糖はごく陰性で。 体に害が強いとします。これらの理論を私としてはおおむね賛成ですしかし現実を考えてみましょう三ツ富士の原則はどうでしょうか世界中から食料品を買いあさる日本現在日本の食料自給率は4割程度といいますそれと食べ物の旬という概念が薄れてきています 春夏秋冬季節を問わず食べたいものは年中売っていますまたカタカナ食品であるパンガレーライスラーメンスパゲッティなど海外発のメニューはすでに食文化として定着していますそれらの原料や加工はどうしても外国産や現代風の加工食品になってしまいます流通のスタイルが昔と大きく違う現在 いくら地元の生産物でもそれは市場で売る商品になっていて地元の人の消費に結びついていないその他農業にかかるコストの問題外見市場主義と言われる見た目をこだわる消費者の問題現代食の味に鳴らされてしまった日本人の味覚の問題などさまざまな問題も抱えていますしかしながら 原則になるだけ乗っ取るという努力は失いたくありません。一物全体食について作物を丸ごと食べる。小さな野菜ならば全部食べられるものも多いが、例えばカボチャやレンコンの茎、葉は調理が難しい。小魚はよくてもスズキやタイを骨ごと食べるのも難しい。そんなにひねくれて考えるのではなく。 一物全体食の解釈は、過食部においてというカッコつきと見ると理解しやすい。人参やごぼうは、ひげ根まで皮をむかずに調理する。調理の途中で出るアクも取り除かない。あとで述べる毒と塩の関係も参照してください。玄米も同じことで、精白しない全体食ということです。三四郎の害について、精白された白米よりも、 半月、米やハイガマイには、ビタミン B1 などは2倍以上含まれます。砂糖は、精製度の低いものが良い。食塩についても同じですが、精製度が低く、天然に近いものほど、ナトリウムの火を中和する他のミネラル分を含んでいます。化学調味料は、その多くが石油から作られています。防腐、保存を目的とした腎臓添加物は、 人体に害が多いここととは、よくご存知のことでしょう。問題はあらゆる加工食品や外食でこれらを使うことが常識になっていることです。対策はその反対をすることです。つまり外食しないで家で手作りする。これ以外にありません。